水垢はきっちり取れてるということはですね、鱗状の水垢がないことは分かりますよね。今回はお風呂の殻についた水垢を落としていこうかなと思います。まあ、そんなにひどくないんですけれども、鱗状の水垢が確認できますよね。ここは結構白っぽくなってついてますね。あとここですね、電気カズヤ生ハゲお風呂用を使って落としていきたいなと思います。こちらの桜たわしで塗り広げていきたいなと思います。直接スプレーしてもいいんですけれども、スポンジにスプレーしますね。 奥のひどいところもしっかり洗っていきます。本当はこの状態で10分前後放置した方がいいんですが、そんなにひどくなかったんで、丁寧にちょっと力を入れて磨いていくことにしますね。ほぼ放置しない状態でどのぐらい綺麗に落ちるのかというところも見てみたいので、今回はですね、あえて放置しない洗い方でやっていきたいなと思います。一通り洗いましたので、すすいでいきたいと思います。取りました。カメラを近づけて確認していきたいと思います。まずは正面のところどうでしょうか。綺麗になってますよね。あの白っぽくなってるじゃないですか、これ曇ってるんですよね。水垢はきっちり取れてるということはですね、鱗状の水垢がないことは分かりますよね。あと一番ひどかった奥のところ、白くなっていたところが全部取れて、ステンレスのシルバーがしっかり見えるような状態になりました。はい、ということで今回はお風呂の殻についた水垢をこちらの生ハゲお風呂用を使って落としました。殻については、生ハゲお風呂用とですね、こちら桜たわし今回使いましたけど、これだけでもですね、十分洗浄力高いんですよ。水でやるだけでも、本当に軽度なものだったらこれでもですね、十分いけたりしますよね。そうすると洗剤を使う必要がないので、一番優しいやり方ではありますけどね。ちなみにこれは桜たわしという商品なんですけれども、茂木和也シリーズに超人たわし Z というものがありまして、色はですね、超人たわし Z が青色になるんですけれども、性能的には全く同じですので、そっちを使われても全然大丈夫です。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。